せいたしました。後半は航空自衛隊中部航空音楽隊の皆さんの演奏でお楽しみいただきます。さっきちらりと申し上げました、大阪市立生瀬中学校吹奏楽部の皆さん、航空自衛隊中部航空音楽隊の皆さんの演奏にもちょこっと顔を出しますよということだったんですが、1曲目に出てきていただきます。用意はできてるかな、入れるかな、今日はね、楽器を持たずに入ってきてくださいます。合唱をしてくださるんですって。実はね、吹奏楽部の皆さん、楽器ができるだけじゃなくてすっごく合唱うまいんですよ。乞うご期待でございます。歌ってくださる曲はコスモスという曲です。アクアマリンというユニットが歌っている曲で、このユニットはね、自然とか宇宙とか旅とかそういうものをテーマにした曲をいっぱい書いて、歌っているグループなんです。今日のこのコスモスっていうのも宇宙を表す言葉ですからね、本当は星空を見上げながら宇宙だなと思いながら歌っていただくはずだったんですけれど、雨ですね、皆さん風邪ひきそうになってませんか？大丈夫ですか？雨の中大変申し訳ないんですけれども、空が満天の星で埋め尽くされている、そんなことを想像しながらお聴きいただくのがいいかと思います。たっぷりと演奏していただいた後、かなりヘトヘトなんですけれども、大きな声で歌っていただきます。生瀬中学校吹奏楽部の皆さん、実は男の子が5人しかおりませんでした。支部合唱でお届けいたします。テノールのパートは女の子が歌います。男の子は全部バスを歌う、歌そうでございますけれどもね、でも本当に見事な歌声でございますので、それもお楽しみください。それでは生瀬中学校吹奏楽部の皆さん、入ってください。ご用意ください。どうぞ拍手でお迎えください。満天の星空をイメージしながらお聴きいただきます。コスモス、指揮は航空自衛隊中部航空音楽隊音楽隊長淵方聡担当空佐でございます。大きな拍手でお迎えください。
素晴らしい歌声を聴かせてくれました。生笛中学校吹奏楽部の皆さんにもちろん大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。後ろの方で見えないんですけれども、南一歩先生がピアノ弾いてらしたんですよ。はい、どうぞ。ということで、中学生の皆さん、中部航空音楽隊の皆さんの演奏で歌を歌えて、とてもね、いい体験ができたんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。さて皆さん、今日は雨が降っていて、なかなかプログラムに目が通っていないかもしれませんが、この後航空自衛隊中部航空音楽隊の皆さんの演奏なんですが、お楽しみプログラムとなっております。どんな曲が出てくるんでしょう。1曲目はコスモスという曲でした。私はそのラインナップ知っております。本当にね、バラエティに富んだ、いっぱいいろいろな楽しい曲がご用意されているようでございます。本当にお楽しみになってください。ではこの後は航空自衛隊中部航空音楽隊の皆さんのステージ、たっぷりとお楽しみください。改めまして、皆さんこんばんは。よくこういう時にお足元の悪い中っていう挨拶がありますけれども、どっちか言うと台風も近づいている中、ここにいらっしゃった皆さんのガッツに本当に私たち尊敬いたします。その皆さんのガッツに応えて、私たちも熱い映像を、お届けできたらなと思います。ただいまご紹介いただきました、静岡県浜松市より参りました航空自衛隊中部航空音楽隊でございます。短い時間ではございますけれども、ここからは私たちの演奏を楽しみいただきたいと思います。昭和51年の創設以来、航空自衛隊浜松基地を拠点としまして、中部航空方面隊司令官の直轄部隊といたしまして、主に東北南部から関西地方までの1都2府23県という、日本の大隊を占めております。航空自衛隊の方面音楽隊の中で最も広い範囲で、演奏しております。隊に対する式新作演奏、儀式式典演奏、および本日のような広報演奏を主な人数として活動しております。申し遅れました。私、本日の演奏会のご案内役を務めます、兵庫県出身、チューバを担当します足輪大輝担当空想です。どうぞよろしくお願いします。まず最初にお聴きいただきましたのは、コスモスという曲でございました。生瀬中学校の皆さんもリハーサルやって、もう合唱があまりに素晴らしくて、こっちでちょっと音量負け気味ですごい単一度一生懸命吹かせていただきました。素晴らしい演奏、本当にありがとうございます。もう後ろ片付けるのも大変そうで、ちょっと今みんな汗だくで後ろを見てたら、歌っていただいたんですけど、素晴らしい歌でございました。続いてお送りいたします曲は、日本人の若手作曲家の一人、下田和樹が作曲しました吹奏楽のためのファンファーレ In Triumph という曲でございます。もともとはオーケストラのための曲やったんですけれども、作曲者自身によって吹奏楽のために書き直されて、今から5年前の2014年に吹奏楽で初演された作品でございます。金管楽器の華やかなファンファーレが印象的な、私たち単独の幕開けにふさわしい作品ということでお聴きいただきましょう。イントライアンフです。
がとうございました。イントライアンフをお聞きいただきました。あ、そういえば一件業務連絡をさせていただきたいと思います。本日はちょっとこのような天候ですので、万が一ちょっと雷とかが近づいてきてしまった場合、教育委員会の方のご判断によりまして、もしかしたら途中でストップがかかるかもしれませんけれども、そのようなことがないように私たちも祈っております。ここまでバスで 4,5 時間かけてきましたんでね、これで終わり言われたらだいぶ悲しいんで、最後までできることを祈っておりますけれども、とりあえず、バンバン行ってみたいと思います。続いてお聴きいただきます作品は伊藤康秀作曲の吹奏楽のための叙情的祭りでございます。伊藤康秀さんは私たちが普段住んでおります静岡県浜松市のご出身の作曲家で、吹奏楽がとても有名な方なんですけれども、その伊藤康秀さんが1986年に青森県むつ市にあります海上自衛隊の大港音楽隊の移植によって作曲したのがこの作品なんですが、祭りと入っている通りですね、津軽が、青森ですね、このお祭り の, そのメロディーとかリズムがふんだんに盛り込まれている曲でございます。津軽ジョンガラ節の三味線のリズム感、津軽後輩節のヨーデルを思わせる旋律、津軽アイヤ節、弘前ねぷたの笛や勇壮な太鼓の音などなど、ちょっとここにメモがあるんですけれども、まあ多分ですね、大阪の人、僕も兵庫なんでよく分かるんですけど、大阪の人って東北行ったことあるっていう人多分相当少ないと思うんですけれども、大阪で言いますとこうイメージとしてはあれですね、こう天神祭りとだんじりがいっぺんにやってきたみたいな、そんな曲になっておりますので、情熱的な一曲をお聴きいただきたいと思います。それではお聴きいただきましょう。吹奏楽のための叙情的祭りです。
情熱的な一曲、吹奏楽のための叙情的祭りを聴いていただきました。津軽の情熱を感じていただけましたでしょうか。ありがとうございます。温かい拍手ありがとうございます。それではここから少し雰囲気を変えまして、続いての曲は2016年にアメリカで、翌年に日本で公開されましたミュージカル映画ララランドの音楽をお届けしたいと思います。この作品はですね、2017年の2月に行われました第89回アカデミー賞で史上最多14部門にノミネートされまして、監督賞、主演女優賞、作曲賞などなど6部門を受賞しております。物語はですね、ロサンゼルスを舞台に俳優志望の女性ミアという人とピアニストセブのロマンスを描いたんですけれども、まあ、大体こういうのってこう最後ね、ひっついて終わりみたいな、まあ、これ言うとネタバレになるかちょっとあんまりあれなんですけど、最後がですね、まあ、ありがちなハッピーエンドには収まらないという展開が印象的な作品なんですけれども、ちなみにちょっと明るくて全然見えないんですけど、ララランド見ましたっていう人いらっしゃいます？あ、拍手もありがとうございます。あ、結構いますね。ありがとうございます。音楽隊の人で、ね、見たっていう人手を挙げてください。ああ、もうありがとうございます。もうやらせ感丸出しのね、ちょっと手でしたけれども、まあでも結構ね、たくさん実際見てるんですけれども、その中でもこう、あの終わり方どう思うみたいな話が結構行われまして、いや、ちょっと私はあれないと思うわみたいな、まあ、僕どっちかというと大好き派なんですけれども、結構、ね、賛否両論いろいろありますので、その話題作りのためにもぜひ一度ご覧になっていただければと思います。本日はその名曲揃いの劇中曲から、アナザーデイオブサン、プラネタリウム、エンゲージメントパーティー、シティオブスター、サムワンインザクラウド、以上5曲をメドレーでお送りしたいと思います。お聴きください。ララランドです。Thank you.
がとうございました。ララランドをお聴きいただきました。さて続いての曲はですね、1962年にボサノバの創始者の一人アントニオ・カルロス・ジョビンが作曲しました、イパネマの娘という曲でございます。このイパネマっていうのはですね、ブラジルの首都リオデジャネイロにありますイパネマ海岸っていうのがあるんですね、そこをですね、このジョビンさんとですね、作詞者の、ビニシウス・ジ・モライスさんというこの人がいるんですけれども、このおっさん二人でこうテレテレとこう散歩しとったんですね。でこう散歩しとったらこう海岸にこう地元のべっぴんな姉ちゃんがいたと。でその姉ちゃんの名前はエロイーザっていう名前なんですけども、名前までちょっとこう生めかしい名前でございますけれども、このエロイーザさんを見かけて、うわー、ええ女おるわー言うて書いたのがこの曲ということでございます。まあいいように言うとインスピレーションを得たんですよね。いい言い方でございますけども、あのビートルズにイエスタデイという曲がありますけれども、あれが世界で一番カバーされた曲らしいんですが、このイパネマの娘は世界で2番目にカバーされた曲となっているそうでございます。あの、ジョン・ジルベルトとですね、あのその娘さんのアストラット・ジルベルトで一緒にこうアルバムになってて歌ってるのが一番有名かなと思うんですけども、そのアストラット・ジルベルトがこの間亡くなられてしまったんですけども、とても曲はあの素敵な曲でございますので、しっとりとお聴きいただければなと思います。それではアントニオ・カルロス・ジョビンのイパネマの娘。Thank you.
フリューゲルホルン山崎さんとフルートソロ渡代さんとアルトサックスソロ高須総長イパネマの娘をお聴きいただきました。皆さんと共に楽しんでまいりましたこの演奏会も次で最後の曲となってしまいました。ありがとうございます。もうこのノリだったらね、大体あれしてあれしたらあれが鳴るというのはね、もうお分かりいただけると思いますので、まあ、その辺にちょっとよろしくお願いいたしますということで、まあ、掲載上最後の曲はですね、ルパン三世のテーマでございます。ルパン三世といえば1971年よりテレビアニメがスタートしまして、ルパン三世、次元大介、石川五右衛門、宮司子ちゃん、ポッケ、デミガタのポッタンなどなど、キャラクターたちが活躍する人気アニメですね。先日、原作者のモンキーパンチさん亡くなられてしまいましたけれども、2018年にはルパン三世パート5が発表されるなど、未だ人気が衰えることはなく、広い世代から多くの支持を集めています。音楽はですね、ジャズピアニストでありまして、作編曲家の大野裕二さんが手掛けられまして、日本で最も有名なアニメ主題歌の一つと言えるのではないでしょうか。それではお聴きいただきましょう。ルパン三世のテーマです。
オトランペットタイニーソン。演奏は中部航空音楽隊でお届けしました。改めまして、皆さん、こんばんは。黄昏コンサートに先ほどもありましたけれども、足元の悪い中、そしてお尻元の悪い中、お運びいただきましてありがとうございます。後半は航空自衛隊中部航空音楽隊の演奏でお送りしました。お楽しみいただけましたでしょうか。そして前半に素晴らしい演奏と合唱を聴かせていただきました、生田中学校の皆さん、本当にありがとうございました。あちらにいらっしゃいます、大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。それでは盛大なアンコールをいただきましたので、もう一曲、2007年に、公開されましたヘアスプレーという映画から You Can't Stop the Beat という映画を、曲をお送りしたいと思います。このヘアスプレーという曲、本当に元気の出る、そして素晴らしい音楽の映画なんですけれども、その素晴らしさから来年日本でもミュージカルの形をとって、再上演されるということです。その日本版の、ミュージカルヘアスプレー、この主演女優は渡辺直美さん。それだけでどんな素晴らしい元気の出る映画か、そして盛り上がる音楽が繰り広げられるのか想像できるかと思います。映画を知らない方も一緒に盛り上がってこの梅雨を吹き飛ばしたいと思います。本日はありがとうございました。 You Can't Stop the Beat です。
ご機嫌なステージでございました。国自衛隊中部航空音楽隊の皆さん、指揮は音楽隊長月方聡さんとお送りさでございました。今一度大きな拍手を。来週は東愛大学音楽学部東愛ウィンドオーケストラの皆さんをお迎えいたします。雨の中本当にありがとうございました。今日はこれでお別れでございます。さよなら。どうぞ皆さん、熱いお風呂に入ってくださいね。